どうもハレスメンテ花輪でございます。どうもハレスメンテ DJ でござる。今回ですけど、世の中さまざまなんか基準っていうのがあるじゃないですか。今回はこれこれというのはどういう定義でしょうという、はい、その世の中のルールみたいなものを、まあ、何問か問題出してもらうということで、というわけでメイキッドパセボービズディフィニッション。おー、俺も一緒のこと言おうとしてた今。あ、そうなんですか。ディファインエアーズビーって言おうとして最初問題です。はい、まあ、世の中いろんな定義はあれども、ただ一つ基本的に押さえておくべき定義押さえておくべき定義、1秒の定義を答えてください。あー、これはもう基本問題すぎる。じゃあ僕からいきましょうか。1秒の定義とは、はい、何？セシウムの放射線量の半減期。セシウムの半減期っていうのは、とりあえずこれは絶対、これは間違いない。いや、俺これと2択で迷ったって答え言っとくわ。え、俺調べたら後悔だったんですよ。はい、マツコデラックスのウォシュレットの時間を1秒とするこれ買いだったんですよ。マツコデラックスさんは1秒でウォシュレットしてる。いや、だからほんまにあの SI 単位系がマツコデラックス4台、ガチで。ガチない、ガチで4台グローバルマツコ、グローバルマツコなんだいぶ攻めだなこれ。いやでも2択で迷ってるから、はい、半分の点はあるかもしれない。じゃあ答えの方いきましょう。あ、であるぜこれマジで。あるぜ、あるぜ。答えはセシウム133の原子の規定状態の2つの超微細順位間の繊維により放射される電磁波の周期の919億2631万770倍に等しい時間です。でもさ、疑問ちゃう？その数字急に出てくるやつおらへん、多分。初めなんか決め方があったやろ、絶対それ。それだとおかしいやろ。それが答えやったら、俺のでも何倍かしたの俺のでも何倍。マスクナックスの平均モシュレット数の1億3000万の分の1第1位とかが1秒と定義するって言いきるやんかって。一応、セシウムのこれがどんな状態でも安定して同じ値を示すみたいな。なの絶対そう、1億なんなんちゃらは絶対なんか意味がある、他に。絶対意味あるな。はい、じゃあ次、はい、次行こう。いきます。視力検査、あ、はい、 1.0 ってありますよね。はい、うん、あれは何が 1.0 なんですか。俺それな、ほんまに分からへんわ。はい、じゃあ僕の視力1の定義、はい、これは非常に難しいです。かなり学術的な。なるほど。僕の回答はこちら、でれん。まず眼球1ラジアンを区切ってみた時のこの面積デルタ S にかかるこの合力、合力、こう目が開いてるっていうのは逆に本来は閉じてるものを引っ張ってるって考え方。そうだから視力ってよくなんか筋肉が緩むみたいな、緩むから見えなくなるみたいなあるやん。それと一緒でだから引っ張られることによって視力は保たれてるから、力の合力を T とした時のこの T イコール T が4だから69Nm、これを視力1と定義します。終わりました。ちなみにちなみに言っときたいのが、推しポイントとしてはこの 4.69Nm ってすごい意味があって、この視力なんですよ。それは分からんかったな。僕はこういうことじゃないかなと思うんですけど、こういうことです。50センチ離れたところから相手がコンタクトレンズを入れてるかどうかが分かれば1点だ結構むずいな。え、だから学校とかで視力検査年に1回とかしかないやん、うん、で、俺の視力どれぐらいかなって知りたかったらクラスの友達とできるように、実は。あ、なるほど。クラスの友達と視力検査ができるそのやり方を提唱した初めての人物だね、俺。初めてじゃあ違うってことですよ、お前。じゃあ、答えは、答えます。で、まあ基準としてまず 5m 離れるんですよね。ここの角度の60分の1を1部とします。1部で、視力は1分のこの四角で、ランドル管の大きさを大きくしたりちっちゃくすることによってここの角度が狭くなったりやると、まあ ねうん、これやったらさ、その隙間を変えるだけで C 自体の大きさを変えんでよくない？なんかいつも見た感じ、上から順にしたしどんどん小さくなっていくやん。それは掃除機を保とうと頑張ってるって感じ。頑張ってる感じですね。それやったらまだまだ落とし込めるわ。落とし込めるそれ、そんなよ。じゃあ次でラスト問題です。あ、ラスト、はい、OK です。はい、A カップの定義を行います。 A カップ、おお、あ、ブラジャー。おお、はい、で俺ガチで胸あるって話する。ガチでガチで、ほら、俺やばくないこれ。じゃあ後で念願さんのカップ測りますか。いや、マジマジある。いや、A はありそうで怖いねんな。 A やった時にほんまにさ、 A ギリギリみたいな女の子からマジで苦情まで、苦情案件やと思うよ、ほんまに。今チラッとさ、花輪さんのやつ見えないけど、1分30秒前ぐらいに俺が知ってた思考とほぼ一緒のことほんまに、はい、僕の回答いきます。はい、僕はこういう感じです。
お、これどういうことかって言ったら、これ胸があるじゃないですか。ここをまずこういう円柱形のペンで押すんですよ、乳首の部分を。こう押すとこういう形になるじゃないですか。こういう形になった時の、そういうプレーありますもん、ね、極大値と極小値の差。これがこれが胸の T。 なるほどね。だから要は大きければ大きいほど陥没するんです。あー確かに、大きいで、それが大体20センチぐらい陥没で A カップ。いや、めっちゃ陥没だ。だいぶハードルでかいな。で、30センチで B カップみたいな、まあ、これここの数字はちょっと周りやけど、まあ、これちょっと2センチと5センチにしようか。さすがに。20はちょっと、あ、えぐいな。2センチで、2センチへこんだら A カップ。はい、じゃあ次、僕の回答いきます。でね。まず女の人を垂直にこう下ろしてくれやん。水切りのお米一杯つぐやん、こうやって。で、そこにおっぱいをグーッと押し上げる。で、こうやってへこむやん、ちょっと。で、このへこみを高さ H とすると、で、その H が、まあ、パイセンチメートル以上だったら、まあ、A カップ以上みたいな。はい。で、さらにこうこう右の数気になるんやろ。で、それにボーナス点ボーナス点って何やつな。こうピーンってこうおっぱいをこうやってつけるじゃないですか。で、こうやって外すじゃないですか。その時にこうおっぱいの周りについたご飯粒、はいはい、あれが多いほど一般にいいとされてる。あ、ご飯粒とのそのね、なんていうね、相性っていうの、弾力がやっぱいい。おっぱいっていうのは形もしっかりしてるから、なるほど。で、これしっかり練り込むし、ご飯粒もつきやすい。どうでしょうか。はい、はい、これです。はい、胸のトップとアンダーの差が10センチだったら A とします。その後 B に行くときは 2.5 センチ、 C に行くときはプラス 2.5 センチっていう感じ。 2.5 のじゃあ倒産するんですね。そういうことです。そう、周のあれかの差がこういう数列になってるという。あー、なるほど。わかります？ちょっとこの状態で食べてみや。倒産する。で、このこと？そういうことですね。このこと？お、結構差あるやん。結構差あるやん。こんだけ。これだからダブル A カップぐらい。いや、 A はないんや、これじゃあ。A はないってことやな。トップとアンダーのさ、ベンガーの5センチってこれ一番どうでもいい情報。クソほどいらん情報やな。まあよくそれ触れんな、お前。やめた方がいいやっぱり。はい、じゃあということで以上です。以上でテレビ当てゲーム、はい、以上でした。面白かったです。お疲れ様です。